ボス、あれ？もう話していいにゃ、すずにゃん。え、せっかく捕まえたのに。正体が分かったにゃ。これからどういうことかたっぷりと教えてもらうにゃ。覚悟はいいにゃ、今日ま、食うにゃ。それにしてもこの特殊メイクすごいにゃ。質感といい、貼り付け方といい、ちゃんと喋れたり顔の表情が作れるようになってるにゃ。目はコンタクトかな。口の裂け目はよく見るとうまくごまかしてあるよ。そうだろうそうだろう。このメイクは映画学校に通っているジャンク屋の親父のせがれの友人の弟の傑作なのだ。完璧でないわけがない。オカリン、反省が足りないよ。僕たちにも黙ってるなんてひどくね。悪いな、ダル。これは選ばれし者のみに与えられた崇高なる任務、すなわちオペレーションガーランドなのだ。この不法隠居マンを置いて他に誰が確実に遂行できるというのだ。こんな恥ずかしい格好をマユリに見せるわけにはいかんと言ったのはあんただろうが。
逃げるな、萌香。すずにゃん、頼むにゃん。オキドキ。それで一体どうなってるか説明プリーズ。あの電球頭、今度会ったらただではおかん。あ、店長、ウィース。うっそねえ、ボス。店長、きっと今頃は私が遅刻したって思ってるよ。そろそろ苗に開店準備させるんじゃないかな。本当に一人で店の外に出てくるにゃ？覗いてみる？ちょっと待ってほしいにゃ。ちょっと聞いていいにゃ？何でも聞くがいい。今朝、フェイリスにメールをくれたにゃ？メール？いや、今朝はずっとメイクで忙しくてな。まだ着信の確認もしてないぞ。
それならいいにゃ。それじゃあ、あたしたちはちょっと用事があるからこれで。怖かったこと？誰かに見られてるとか、後をつけられてるとか。あ、それならいつもだよ。相手、誰だかわかる？うん。誰？まるで初めて見たような口ぶりね。あ？知らないと思ってるんですか。尾行のこと、オカルト企画のこと。バレてたか。ま、噂を捏造するなんざやりすぎだよな。でも、良かれと思ってやったんだ。ここは協力しちゃくれねえか。それは会合で言っておくべき言葉です。だよね。
そういや、おい、バイト。おめえ、本当に今日でバイトを辞めちまうのかい？最初の約束じゃ今日までだったが、どうだ、苗のためにももう少し続けてみねえか？言えなかったんだ。任務なんだよ。今日じゃなきゃ取り返しがつかなくなる。任務？何それ、真剣に話してるのに。え？ちょっと待ってよ、信じてくれたんじゃなかったの？それとこれとは話が違う。どう違うの？ボスもルミホも結局は私の言葉を信じていなかったんだ。悲しいよ。それじゃあ信じればいいの？そういう問題じゃない。ならどうしたら残ってくれるの？それも無理。おかしいよ、今日のボス。またそのコスチュームのせい。コンビは間違いだったみたい。ねえ、ルミホ。その名前で呼ばないで。
こちらにはいらっしゃっておりません。もう3時間になるね。携帯もダメなの？
ウーパのキーホルダー？猫のお姉ちゃん？みんな心配してる。とりあえず上に上がるにゃ。ボス、私だよ。ナエ、これ落としたんじゃない？上で拾ったんだ。ありがとう、バイトのお姉ちゃん。同じものにゃ、それ。う
ちが前から欲しいって言ってたから、お揃いで買ったの。今度は落とさないよう気をつけるにゃ。なんでわかったにゃ。なんで？ああ、これだよ、メール。私のところにも来たんだ。出発するんじゃなかったの？もう行かないと、雨が降る前に。ねえ。昼間のことにゃ。うん。あんなことになって謝らなきゃと思っ。
大丈夫か？電話じゃ駅がどうとか言ってたが。鈴葉を、早く鈴葉を。こいつはひでえな。どうしたの？大丈夫？おお、フェイリス、無事だったか？鈴葉の作戦はうまくいったようだな。作戦？お前が生き埋めになった未来を回避するために鈴葉は D メールを送った。お前の携帯に届いたはずだ。でも鈴葉が。何？どういうことだ？説明してくれ。そうか、そんなことに。お嬢ちゃん、心配なのはわかるが、ここは俺たちに任せてくれや。
を掘り返して別の撤去口を確保するとか、とにかく今のところどうしようも。どうにか瓦礫の向こうに人影が見えるところまでは行ったんですが、これ以上は難しい。ちょっと待て、ミスターブラウン。フェイリスに何をさせるつもりだ。岡部さん、私が決めたことなの。岡部さん、フェイリス、お前大丈夫。必ず戻るから、スズハを連れて。バイトのところまで行ったら合図しろ。足にくくりつけたロープで引っ張り出してやる。それとこれは小型の無線機だ。使うときはこのスイッチを押すだけでいい。わかりました。そういえばこれ、
そいつはできねえな。なぜ？あいつはもう大人だからさ。本当は俺たちがやらなきゃいけないことは、あいつは大人たちの先頭に立ってやってきたんだ。
こんなところにいたのか。スズハから伝言を頼まれた。お別れも言えずに出発してごめんだそうだ。やけに急いでいる様子でな。何でも予定していた出発の時刻を過ぎていてどうしようもなかったらしい。あいつは言っていた。これからする旅は孤独でずっと怖かったと。でももう怖くないらしい。それはフェイリス、お前がいたからだ。お前が親友になってくれたからもう旅立つのは怖くない。旅の行く先ではまたお前に会えるからだ。深部さん。俺は鈴葉の言葉を正確に伝えているだけだ。過去への旅についてはお前の好きに解釈すればいい。それとフェイリス、スズハはこうも言っていた。フェイリスはせっかく素直になる術を得たのだから、母と疎遠になっているなんて悲しいことを言わず、自分の素直な気持ちをぶつけてわだかまりを解消してほしい。私は結局父さんとは会えなかったけど、ボスにはそんな悲しい思いをさせたくない。だって家族で反発したり離れ離れになるのはとっても不幸なことだから。それじゃあ鈴葉のメッセージは伝えたぞ。お前も早く帰って休め。
がたまたま中に入っていくのを組合の人が人間蒸発と勘違いしたみたいにゃ。でもでも中で銃を撃ってたような跡があったって。サバイバルゲームでもしてたんでしょうか。暗がりで見間違えたのかもね。そうかにゃ。ま、どこかの誰かさんはテロリストの隠れ家だって言い張ると思うけど。うん、あれは機関のアジトだ。それ以外に考えられん。ほら、いや、あれは機関のアジトだ。きっと用済みだから証拠隠滅したのだろう。あるはねえよ。いるわよね、学校がテロリストに占拠されたらって妄想する人。何を？ラボメン以外からダルにメールだと？ママ、今どこ？ルミホ？ただいま。まさか、あなたから電話をくれるなんてね。どうしたの？ただいまって、もう家に着いたの？さっきね、電車が着いて、駅の中を迷子になってたら人身事故のアナウンスでしょ。飛行機を一便遅らせたら大変だったわねって話してたのよ。話してたって黒木と？ああ、そのことだけど、実はね、ルミホ、今日はお客様も一緒なの。お客さん？ちょっと待って、せっかくママとゆっくり話せると思ったのに。ごめんなさいね。でも落ち着いて聞いてほしいの。うん。前にも話したかしら。ほら、パパの恩人、昔商店街の用心棒をしていたとかで。ママ、その人ってシャノワール？あ、
そんな名前だったかしら。とにかくね、その人が10年前に病気になっちゃってね、海外で治療を受けることになったの。でもパパが10年前にね、だからママがパパの代わりに今までその人のお世話をしてきたのよ。そんなことが。ごめんね、今まで黙ってて。でもおかげでその人一時退院できるまでに回復できたの。それでせっかくだからって家に招待したのよ。ママが海外に行ってたのってお仕事じゃなかったの？その両方よ。だからあなたをクロキに任せてたんだけど、今までママの分まで負担かけてたみたいね。ごめんなさい、ルミホ。ママ。でも安心したわ。あなた、とってもしっかりしてるじゃない。クロキから聞いたわ。子供とばかり思ってたけど、いつの間にか大人になっちゃって。そんなことないよ。ごめんなさいね、ルミホ。今までほったらかしにして。私の方こそごめんなさい。いいのよ。それより今夜はママが手料理をご馳走してあげるから期待しててね。オムライス好きだったわよね。ママは今何してるの？お買い物よ、お買い物。だからルミホにはお客様の相手をしてほしいんだけど。大丈夫、ママちゃんとやれるから。そう、よかった。それじゃ30分ほどで戻るから。うん、待ってるね。お客さんか。あの、If you like this video, please give it a thumbs up, as it really helps. Thanks for watching.